祝宗は、李氏朝鮮の第十九代国王。意味名は、子女に、慶州、英祖など。1661年8月15日に生まれ、1667年に王政氏に、作法、1674年8月に14歳で、朝鮮国王に即位する。水連調整を受けず、直接国を統治した。祝宗が朝鮮を治めた期間は、 朝鮮建国以来、闘争が最も激しい時期だった。在位中に南人と聖人の党派対立関係が激しくなり、1680年、南人の戦後に歯止めをかけたい区僧が南人を大量に追放した更新外局を契機に、聖人が老論と小論に分裂して、これらも互いに党派争いをするようになった。そしてある党派が違う党派を完全に追い出して一、 党による政治、開局政治が主たる現象となった。祝層の知性は様々な政治論争で一日も静かな日はなかった。人志圏王公を中心にする聖人と貴賓長氏を中心にする南人が対立した。人志圏王公と結婚してから6年以上子供が生まれなかったので、高級である貴賓長氏が生んだ王子を王政氏に作法する問題で、 南人と聖人がひどく対立した。結局聖人が流拝されたり殺されたりして、人試験王公が廃位される土の富会局が1689年に起きた。この事件で、貴品調子は1690年10月22日に王妃となり、彼女の息子は王政史に作法され、南人が政権を独占するようになった。しかし、南人政権の機会も長続きせず、 1694年、木の犬海局で反転された。その頃祝宗は、王妃長子に対して良くない感情を抱くようになり、人志賢王公を廃位させたことを後悔していた。人志賢王公福井を計画した聖人は、南人によって監獄に閉じ込められていたが、祝宗は南人を朝廷より追放して、聖人を政権につけ、1694年4月12日、 王妃長子を貧に、降格、各して、一試験王公は王妃に福井した。福井六年後に、一試験王公が亡くなると、一試験王公を呪ったとして、1701年10月10日、貴品長子は、賜物もの役により処刑された。しかし、闘争は、聖人と南人の対立でやまず、聖人が老論と小論に分離して対立するようになった。祝争は、 様々な党派争いで弱くなった王権を回復し、勢力が強い法党の力を弱化させるために、政権党を入れ替える、開局を三度言った。そのために、粛宗の知性を、開局政治と称することもある。粛宗は、開局によって、法党内の対立を触発、新化間の清掃を激化させると同時に王権を強化して国王に対する忠誠心を誘導した。 そしてこのような開局政治を通じて強化された王権を土台に民政安定と経済発展に相当な業績を残した。祝層はまず公開訓以後実施してきた大同法を継承道と公開道まで拡大させ、初めて全国的に実施するようになった。そしてこの時から活発になり始めた商業活動を支援するために常平通法を作り、 広く使用するように奨励した。そして、文読、継長の役と日のエネの乱因を、混乱から抜け出すことができなかった社会を全般的に、収め、整備して、安定期を謳歌する、政治功績を残した。また、清と国境紛争が起きると、交渉して1712年環境道を観察し、李前広に、白桃山山頂に、定界碑を建てさせ、国境を定めたりした。 そして、日本に派遣した通信士に幕府と交渉させ、日本人の竹島への立ち入り禁止を保証させた。また通信士を3度派遣し、和銀使用条例を定めることで、和官貿易を整備させた。その他にも、私立心の名誉回復や王位を奪われて亡くなった、ロヤマ君を福井させて、短州という死亡を送ったほか、廃所人となった、証券製紙品教師を、 敏感品に福井させた。しかし、畜層の王権強化政策は、政治勢力を徹底的に利用しなければならない側面があるため、絶対的王権は、畜層の知性で終わりとなり、畜層のように力強い王権を持った王は二度と出なくなった。1720年、60歳で皇居。在位期間は46年。御両は西御両の一つである、明両。 ありがとうございます。